チーム刀、いつおみは俺の後のヘッド候補だ。知っとけバカ。クズの発信術、骨幹清掃。この程度のことでオタオタしてたらこの学園では持ちませんよ。いつまでつけ回す気だ、刀狩りさんよ。放課後にたった一人で練習とは寂しいの。どうしたんだ、こんなところに。あの時の勝負の続きでもする気か。いいや、今はまだお主と立ち会う時ではない。だがいずれそう遠くないうちにやり合うことになろう。ん？おい、なぜさっきからわしの顔を見ようとせぬ。さてはお主、女ができたな。何をマジになっておるのじゃ。面白すぎるぞその顔。ほら、それじゃそれ。何が面白いって。バカ、冗談じゃ、本気になるでない。勝負はまだだと言っただろう。これは勝負じゃない、お仕置きだ。何をバカにするでない。デコピン100発の刑だ。そっちこそ帰り討ちでお尻ペンペン百叩きじゃ。いい度胸してるぜ。おい、やめろよ、パンツ丸見えだぞ。構わん、どうせお主しか見ておらん。どういう理屈だよ。別にどうしたの、お姉ちゃん。あーや、お主まさか霊気を。ああ、その刀ならさっきお兄ちゃんが。兄上が。そうだよ。あの時以来決して霊気を手にしなかった兄上が、どうして。兄上、何です、分室さん。何です、分室さん、話って。おう、実はな、刀狩りの犯人がほぼ判明した。やられた石松たちの情報を総合して出した推測だが、十中八九間違いねえだろう。あんまり驚かねえな、自分の惚れた女が犯人だってのに。まさか。驚いてますよ。でもなんとなくわかる気がして。そうか。でもなんとなくわかる気がして。そうか。それとお前、
最近クズの葉とちょくちょく会ってるらしいな。誰に聞いたんすかそんなの。あの女が自分で言いふらしている。え、関わるのはやめた方がいい。いずれ真の耳にも入るぞ。何しろ刀狩りの件もクズの葉のことも真にはしばらく黙っていた方がいい。時期を見て俺が話す。わかりました。刀狩りの件もクズの葉のことも真にはしばらく黙っていた方がいい。耐熱合金と申しますのは、アメリカはロサンゼルスにあります研究所で。シダってやつが私のこと好きなんだって。そこのラーメンめちゃくちゃうまいんだよ。この豚骨スープたまんない。おい見てみろって。やめろ。関東地方、晴れのち曇り、夜半から風によっては雨、山間部では気温が上がり、気温が上がり、おちゃおちゃうるせえんだよクソが。こっちは全部聞こえてるっちゅうの。たく気食いそうだぜ。彼女は俺を誘い、俺との関係を自分で言いふらしている。なぜ。不思議な兄弟でしょう。あの二人、兄弟っていうよりまるで相思相愛の恋人みたい。新さんへの当てつけか。そう考えれば納得いく。ねえ、来て。俺ら刀狩りとは何の関係もねえっす。本当です。待ってて。おい逃げよう。心配すんな。別にお前らが悪いわけじゃねえ。ただの憂さ晴らしさ。どうしたの？今日はずっと黙り込んだままね。どうして俺なんです？好きだから。愛してるからに決まってるじゃない。って言ったら信じる？三つ臣くんこそどうして私を抱いたの？あなたが新さんの彼女だからですよ。少しだけ優しい言葉を期待したんだけどな。すみません。バレたらどうする？新くんに彼と戦う？もしあなたが勝ったら。戦いませんよ俺。どうせ負けますから。意外と卑怯者よねあなた。好きよそういうとこ。私と似てる。ああ水臣か。武士さん。話せこら。ああ悪い、石松の見舞いに来てんだけどよ。なんかめんどくせえことになってきてな。石松の野郎、自分で犯人探すって大騒ぎしまくってよ。よく聞こえないんですけど。いや、だからな、石松の野郎が。そうじゃなくて。見つかったのか、おい。俺様を小突いた草見つかったのかって聞いてんだよ、俺さ。聞くぞ、こら、こっち。やかましい。話し中だろうが、こら。ごちゃ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 抜かすんじゃねえよ。黙ってて、ねえわ、寝てろ。うらなんじゃこりゃ。ったく。お？おう、お揃いだな、皆の衆。文七、てめえ俺たちに何か隠してることがあるっちゃね。当たりめだ。てめえは俺のおふくろか？気色悪いこと言うな。刀狩りのことだよ。親衛隊長の石松がやられたんだ。もう面白いとか言ってる場合じゃねえだろ。刀の看板そのものに関わる事態だぜ。
要するに俺ら全員が舐められるってことっちゃ。なんで召集かけないっちゃほわっちゃ。石松を倒せるようなやつなんて限られてるっしょ。全員で調べりゃ一発じゃん。目処はついてる。もう少し待ちやがれ。だったらその目処ってやつだけでも教えてほしいっちゃがね、副長さん。なんかさ、私にはあんたが必死に犯人を隠してるように見えるんだけど。あ、ねえ、ちょっと火貸してくんない？ぐだぐだくだらねえこと言ってんじゃねえ！俺のやり方に文句があんのなら、てめえら、ああ、いつでも相手になってやるぞ。石松の野郎をベッドにくくりつけとけ。あいつ、あの傷で動いたら、マジで死ぬぞ。一荒れ来るな、こりゃ。何です？プレゼント。中は帰ってからゆっくり見て。さっき聞いたでしょ、どうして俺なのかって。答えは多分その中にあるわ。誰でもよかったわけじゃないってことですか？もちろん。あなただから抱かれたいと思ったのよ。私はあなたが入学してくるのをずっと待ってたの。ずっと。今は嘘に聞こえるかもしれないけど、明日になればきっと信じられるわ。それじゃ。エミ。はい。ここに。私を軽蔑しないでね。いえ、これはマナさんのお役目ですから。ピアスと、これは。おう。あ、どうも。悪いな、何度も呼び出して。たく、どいつもこいつも先立ちやがってよ。はあ、そっか。これをクズの葉がね、また会ってたのか。すみません。別に謝ることじゃねえ。で、中身何？エッチなやつ？まあ、そんなところです。冗談ですよ。なんか、怖いんですよ。一人で見るのが。繋がりました？ああ、確か、これで再生を押すとな。だからね。あ、ほら！映った映った。学校みたいですね。みてえだな。でさ、しょうがねえじゃん。部活だもん、部活。嘘ばっかり。またまた、もう騙されないよ。どうせチームのみんなと走りに行くんでしょ。なんじゃこりゃ。映ってんのは、シンとクズの葉ばっかりだな。うはは。初めて見た。こんな顔で笑うの。どうして彼女は俺にこんな映像を。文士さん起きてください。この映像少し変です。ああ、何がよ。さっきから気にはなってたんですが、ほらここ。俺らが映ってます。いいですか？よく見てください。ほら、ここにも。ここも。そしてここも。わずかだけど、俺らが必ず映ってる。文士さんは、この時撮られた記憶はありますか？このビデオは一体、誰が撮ったんでしょうか？誰の妹に手出したか分かってんのか。くらー。
俺は、俺とシンタは10年来の付き合いだ。誰だこいつは。待ってください、俺ら肩流れとは何の関係もねえっす。本当です。心配すんな、別にお前らが悪いわけじゃねえ、ただのおさばらしさ。何なんだあの真の姿は。何だってんだよ、誰だ、誰が何のために。こんなもん取ってやがるんだ三つ編み。どうして俺なのかって答えは多分その中にあるわ。その中に、その中に、その中に。異能者を管理把握するのは賀王騎士宗家である高柳の重要な仕事の一つ。幼少期から力が顕在化していた夏目真は、貴重なデータサンプルとして本人の了承のもと数十人のスタッフによって常時監視記録されてきた。そして高柳家に仕えるクズの葉の家の私に与えられたのは、夏目真の彼女という役目。単なる役目だったはずなのに。どうしてこれほどまでに愛おしく感じるんだろう。ママさん、今夜は月が綺麗ね。明日も晴れるかしら。いや、予報では雨。結構硬いんだな。もっとテレビみたいにスパーンと切れると思ったんだけどよ、ほんと最後の最後までうるせえ奴らだったぜ。マヤ、これで今日からはずっと一緒だ。いつの間にやら眠ってしもたか。あの時の夢などもう久しく見ておらなんだのに。直と霊気陰陽呪魂、果ては道教までの術式体系のすべてを一本の刀に封じ込めた呪的テクノロジーの結晶。持った人間の力に呼応し、持ち主の資質にその性格は大きく左右される。だがわしがいかに技や気を練っても、霊気は一度も起動しなかった。わしに異能の力はない。わしは夏目家の落ちこぼれじゃ。だから強くならねばならんのじゃ。触れるものすべてを切り裂く白羽のように強く。お前は強くなる必要なんてないんだ。お前こそ呪われた俺に与えられた唯一の光。お前は俺が守る。俺のこの力はお前だけのために。だからお前や、お前は俺の元にいればずっ